赤コーナー井上京子選手です。本日はジャパングランプリ公式戦ということでバット吉永選手シングルということで、はい、そうですね、今日も明るく激しく、そしてバットには悪いですけど最後勝ちます。バット選手の方は後楽園で、はい、井上選手とシングルができるということはな嬉しいというようなことを言ってましたけど、そうですか、へへへ、あ、自分も嬉しいです、楽しみにしてましたから、はい、リーグ戦これまでの対戦成績、はい、2勝0敗2引き分け、ちょっと星が伸びませんね。そうですね、後半頑張らないところまずいですね、はい、じゃあ本日も、はい、まあ、勝ちを狙っていくということですか。はい、じゃあ今日も一応いくぞ。青コーナーバット吉永選手です。本日はジャパングランプリ公式戦待望の井上京子とシングルマッチということになりました。はい、今日は本当に後楽園でできるということが嬉しいんで、とにかくガンガンぶつかっていきたいと思います。ジャパングランプリ公式戦これまでの対戦は2勝1敗2引き分けということですが、はい、堀田さんに1勝を挙げてるんで京子さんからも1勝取って白星で飾りたいです。第4試合ジャパングランプリ93ブルーゾーン公式戦30分一本勝負を行います。青コーナー極門刀 3AA 世界格闘技チャンピオン170パンスバット吉永、赤コーナー175パンス井上京子、レフリー村山大地。これまたジャパングランプリブルーゾーンの公式戦ということで井上京子対バット吉永の一戦、はい、この試合は本当に楽しみですよね。楽しみですか。いつもね、全然公式戦でない時でもこの2人の試合すごくいいんですよ。なるほど。バット選手は後楽園でもって、はい、井上京子とシングルで当たれることをなんか非常にこれはいいチャンスだというか、すごくね、重要な一戦と思ってたみたいですから、はい、あ、楽しみだな。この2人はいずれにしてもブルー中野がね育った選手でしょ、ね、はい、タイプ的には違うんですよね。全然違います。井上京子はどっちかというか技巧派というか、まあ、プロレスの職人というか天才というか、バットの方は格闘技肌の中にプロレスのうまさありって感じですね。本当いろんな個性の人がね育ってくれて本当よかったですよ。そういえば喧嘩っぽいのをやらせるとまた井上からも強いですよね、はい、井上京子も、ね、はい、まあ、京子は自分なりのキックをやりましたね。まあ、ちょお、空手って空手の人じゃないんだからね、なんだってこれ、アイアンクロー、アイアンクロー、すごいマッチャン。だってこれ手のひらだけしか使ってないわけじゃない、右手でも握力でしょ。それを他の体も全部こう見せるっていうのはすごいんだよな、ね、強化もやらせないですね、この頃は喧嘩に強いところを見せたいんだよな、面も、ええ、レベルが高いですよ。よく見るとこの試合は本当に京子は前回の後楽園で福岡光と時間切れやってますからね。井上京子にとってやや不覚って感じじゃないですか。そうですよね、後楽園は井上京子の、ね、本物って感じそうですよ、ね、京子シーンを作ったここですもんね、はい、まあ、そういう意味で肩のね怪我もなくなって体調的には、ね、はい、でも本当京子って痛みに強くて、はいはい、普通の人だったらもう絶対試合できないだろうなっていうような時でも絶対やっちゃうんですよ。なるほど。絶対試合の穴は開けないんですよね。まあ、今のアキレス腱固めなんかはパッと吉永が割と足短めですよね。あんまりそんなに効かないっつうか。そうですね、今日足短いんですよ。手足短いし横に大きいしっつうのは、はい、ええ、ただ蹴り足は伸びてきますよね、はい、足の先がなんか泳いでるって感じですね。フェイントのキックなんてすごいですよね。すごいですね。
まあ、こういう後輩たちも成長してるんで、まあ、その自分の中野と後輩のね、5番勝負とか7番勝負をやりたいですね。やってみたいですね。久しぶりに当たるとやっぱ本当成長したって分かるんですよね。手応えありますよね。手応えが違ってますよね、はい、毎回当たるたんびに、はい、ほとんど組んでますから、はいはい、分かんないじゃないですか、はい、もう当たった時に本当はこいつここまでなってたんだみたいに分かるんですよ。どういうところが変わってきました？やっぱり目と圧倒するこうなんていうのかな、雰囲気が出るっていうか、ムードっていうか、うん、ああはい、やっぱりこのレベルになると技の良し悪しっていうのは二の次ですか？いや、技もやっぱり重要ですか？はい、確実に決めるっていう、はい、決めます。すごい強豪なんて、すごい力もあるし、実はパワーファイターですよね。パワーファイターで実は本当は怖くて、そうですね、うまいたちじゃないんですよね、強い方ですよね、はい、どっちかというと。あのお客さんも、ね、まあ、やっぱそれ分かってると思うんですよ、はい、強いけどパフォーマンスをやるから、まあ、ね、はい、支持してくれると思うんですよ、はい、やっぱ全部揃っちゃってますね、そうなると全部揃っていいね、はい、なんかこう楽しそうですからね、今なんかやってても。あの井上京子に来たことあるんですよ、どういう選手になりたいんだ、うん、どういうことが目標だと言ったらね、うん、人気者になることだと思います。人気者、うん、大丈夫ですか？ベルトを取るとかね、なんとかじゃなくて人気者に なりたい。そうか、いろんな意味じゃないですか、人気者ってのは。全部含んじゃってるじゃないですか。全部含んじゃってるじゃないですか。これなんですか？これ初めて見るのかな。これインデンテスロック系じゃないですか。でも入れる足が違ってますね。入れてどういう風にこの後は、まあ、X 型もいいじゃないですか。まあ、またあの初めて見ましたね、これね。バットの足の話しありですけども、足短いからやっぱり両足入れた方がやりやすそうですね、どっちかというと。すねから膝から下が短いですしね。足太い人はこれダメじゃないですか。すごく痛いでしょうね。バットも本人はすごい気にしてるんですよ。何をですか？あの1億円くれるっていうのと、あと背を5センチくれるのどっちがいいって言ったら背5センチの方がいいですよ。あ、そうですか。実際1億円目の方みたいだったらね、そういうのがいいかもしれないけど、いやでも1億円じゃ線伸びないですから、どっちみち。はい、でもこの背丈だからバットだって気もしますけどね。これがバットさんなんですよね、ええ、5分経過、5分経過、あの顔、いやだ、いや、腹を置くと、これすごいんじゃないですか、あの威力としては、ね、このキッチンシンクは、はい、お、この蹴りがな、でもこれ井上京子カバーしてますよちゃんと、はい、井上京子はもう蹴り技が大嫌いだそうですからね。おこのバットの顔、化粧しなくてもここまで怖くなれるんですからね。そうですね、化粧いらないですね、もうね、完全にすごい、あれ、今の聞いちゃったんじゃないですか。うん、聞いてたね。すごいな、バット斜めですね、これ、バットはね、この顔を見てるだけでも結構面白い選手なんですよ。あ、表情ありますよ、飽きないですね、ええ、本当だ。また向かい合った時、相手から絶対目をそらさないのがすごいですよね。普通にしててもなんか睨んだような目じゃないですか。いや、普段は目垂れてるんですよ。目垂れててすごい、あの可愛い顔してるんですよ。笑ってるんですよね、ニコニコね、はい、普通の時でも、こう一歩リング上がっちゃうと、あのやっぱり落差がですね、リングの上と下の落差が激しい選手ほど怖いですね。そうですね、普通の時、ニコニコしてる人の方が怖いですよ、リングでは。あの先日の松尾大会では、あの福岡光と時間切れの引き分けをしたんですよ、バットは。はい、あの、まあ、かなり押してたんですけどね、やっぱり最後、浴びすぎるよう4発やったんですけど、それでも福岡が倒れなくて、あの、まあ、フォールされなかったんですけど、まあ、バットにとっては逃げられたっていう感じじゃないですか。そうですね、まあ、おそらく福岡選手だったら、引き分けに持ち込めれば同じですよね、今のレベルだったら。バットのはちょっと巻いたって感じじゃないですか。あの試合も結構蹴りまくってましたよ、なるほど。大技やってもちゃんとあの逆エビに戻しますね、うん、戻しますね。この戦法で行くんですか。忘れるわけないだろうって感じですね、まあ、ああやってね、長い時間逆エビやられるとやっぱり腰とかがね、だんだん効いてくるんじゃない、うん、はい、
まっすぐ、しかもまっすぐの逆指じゃなくて斜めに絞ってますよね。だから腰だけじゃなくて膝の靭帯伸びたりとか、そんな形ですよね。そうです、今日膝前手術したんですからね、今会社にですね、世界各国の格闘技から挑戦状ですね、バットの挑戦状が舞い込んでるんですよ。